はい、今回もですね、誰やねん第2弾いきましょうか。絶対知らん。中野義弘か、うん、これね、これもこの前の湘南戦、清水対 VS 湘南見てて、いやー、まあまあいい選手やんと思って。何歳やろこれ、30歳か。あのね、わかりやすく言うと、まあサイドアタッカーなんですよ、ドリブルで、うん、でもね、クオリティがめっちゃ低いんですよ。でその代わりめっちゃ走るんですよ、まあ、これはだからね、まあ、日本人っぽいというかテクニックないんですけど、量でごまかすタイプ。そこからアップダウンすごい繰り返してね、ハードワークできるんですよ。まあ使い勝手がいいですよね。一番好まれるタイプ。でもクオリティがないっていう。まあ質より量タイプですよね。まあそれもあってかな、この人点々としてるんですよ、確かね。もともとどこやったんやろ、もともとフロンターレかな、違ったかな。で、コンサドーレも行ったし、で、サガン鳥栖でしょ。で、シーズン途中に湘南でしょ。だから、どこ行ってもね、やっぱ強いし、まあ実際その攻撃で、攻撃的なポジションで使うと、やっぱクオリティ不足が露呈してしまうやん。だから、今のあの湘南のサイドバック、ウィングバックか、あんなんがちょうどいいんかなっていう感じ。質より量でいけるやつ。そんな感じがするな。そう。だから俺サイドバックなんかがあってんちゃうかなって。まあ別に4-3-3でもいいけどね。だからクオリティが高いやつが来たらもう間違いなくサウになってしまうタイプ。まあでもね、かなりこうハードワークできるから、まあそこを買われてるんでしょうね。まあでも選手としては結構ね、もう結構ギリギリのところ。そりゃ30でしょなんつったらもう次は多分 J2 でしょ。ステップアップはないでしょ、さすがに。さすがにね。これでステップアップしたらすごいと思うけど。まあでも、まあ使い勝手のいい選手じゃないかな。とは思いますね。はい。